皆さんこんばんは。 HT ラジオのお時間です。 MC のシュウです。マサです。よろしくお願いしま す。今回の動画はですね、はい、ルナシーの黒服限定ギグですね。はい、これ2010年ですね。2010年12月25日ですね。まさに こちらの、ね、伝説のライブについて、はい、ちょっとお話をしてみようかなというふうに思っております。そうですね。今リクエストをこちらもいただきまして。そうですね、はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こちらちょっと、ライブについて話すって多分初めてですよね。初めてですね。そうですね。なかなか新鮮でいいですね。まあ俺結構実験的だなと思いましたけど、ね。はい、うん。まあちょっと本当にそうですね。まあ、リクエストいただいたんですが、はい、ちょっと実際私たちね、まあ、ちょっと黒服には参加していないんですよ。うん、すいません。で、まあ、参加してないものがね、はい、ちょっとお話しするのもちょっと。まあ、申し訳ないなという気持ちはあるんですが、まあまあそうですね、一応私ブルーレイは持ってますので、はい、そうですね、はい、まあ、ブルーレイちょっと見て、そうですね、そのまあ感想をね、言ってみようかなっていう。この前日ですもんね、私たち行ったのね。行きましたね。そうだからね、無料じゃないですかこれ。これ無料だね。倍率が10倍以上あったのかな。だからまあ当たるわけまた、まあそうだね、みたいな。行きたくても当たるわけねえやつ、応募しなかったかもしれないね。確か、まあなんかね、結構だからまあ言ってないけど、まあ、ちょっとやって話してみるって感じなので、そうですね、うん、まあ、それでちょっとご了承いただけたらなというふうに思っております。はい、はい、でまあ今早速お話していきましょうか。そうですね、まあ、これね、はい、まあ、オープニングからいきましょうか。じゃあ、はい、まあ、照明がね、はい、こう消える前にその会場の様子が映ってるんですよ。まあそうですね、ブルーレイがね、うん、そう、はい、で照明がねこう消えてね、はい、中央のあの一応スクリーンになってたのかな、あれ、はいはいはい、ああ、そこに真っ赤の照明を当てられたですね、はい、そのルナシー、もう CY ですよね、はい、CY ですね、あのロゴがね、こう真っ赤なロゴでね、はいはい、あのバーンって出てくるんですよ。はい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 、まあ、そっからやっぱりその通常のそのルナシーのライブとは違う、まあそうですね、雰囲気、差別化を図ってるんですよね、これガンガン出てますからね。出ますね、確かに。でカーテンが落ちると、うん、合唱隊の人たちがいっぱいいるじゃないですか。そうですね、頭にこうフードかぶせて、まあ、なんかあれもすごいインパクトでやっぱでかいですよね。あれは大きいと思うよ。黒みさみたい な、 なんか、そうそう、黒みさみたいな。そう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 、会場真っ黒だからね。真っ黒ですからね。そう、もう黒一緒だ。当然だけど、当然だから、うん、黒服限定というだけで、ね、そうそうそ う、 そう、みんな真っ黒みたいな、ね、でその合唱隊の人たちがその持ってる楽譜と、うん、はい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 、あと衣装、うん、あ、それも当然真っ黒なんですよ。真っ黒ですね、でその人たちがこう左右にはけていって、はい、行くとその5人がね、こうバンと出てくるわけです。出てくるわけですね。そこにいたというね。そうですね、はい、まあ、あれもだ登場の仕方からもうちょっとなんていうんですかね、まあ、気合というか、いやそうだね、やっぱ一風変わった感じ、一風変わってますよね、だから俺らその黒服のそんなライブ見たことないんで、はい、ぶっちゃけね、その昔、昔ね、インディーとかもやってるけど、そうそう、だからあこういう感じなのかみたいなっていうのは、そうだね、うん、昔のそういうさすがに黒服っていう時のね、うん、映像はないだろうから、ないから、うん、だから特別感感じてよね、やっぱり映像でも、うん、そうですね、うん、1曲目はね、フェイト、フェイトですよ、うん、1曲目からフェイトですよ。まあ、だからインディーですよね、だから。インディーのあれ、一発目の一発目ですよね。一発目の一発目。深夜のドラムバンバンですよね。ドラムでもう始まる。パーンパーンパーンから始まるから、そうそう。テンション上がるよね。これはもう、一曲目からやばいな。うん、やばいっすね。やばいよ。ああ、今日はテンションも本当マックスでしょうね。うん、またさ、個々のビジュアルもなんかほら。あ、そうそうそう。そう、あの昔風にね。昔の風にね。そう、だから。リュウシャンサングラスかけてたの。サングラスですよ。サングラス。ティアドロップのかな、なんかサングラスで、なんか髪がこう、そう、ほら、ちょっと下がってる、バーンってやってて、そうそうそう、ヘアバンドをしちゃったよね。そうそう、してなんか、そう、でまあ深夜はあの赤のエクステですよ、ね。そう、赤のエクステつけて、口紅、ね、もやってて、そう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 。でイノランが、うん、もうヘアバンドしたかな。ヘアバンドしますしてるよね。そうそう、ヘアバンド、まあ、バンダナみたいな、なんか、あ、そうそう、バンダナみたいな、そう、海賊みたいな感じの、そうそう。そうですね。ああ、そうで、まあ髪型はでもまあ髪型じゃ短めかな、まあ、いつものイノランって感じか。そうだね、うん、前日の、うん、あのウルフっぽい頭とはちょっと違う感じでそうだったかな、うんうん、
で、まあ、J が J は J は結構ね J はなんかそう変わってあんまり変わってなかったですね、うん、変わってない、うん、なんかもう全然、うん、ちょっと化粧をして化粧そう強めでなんかアイメイクしっかりしたぐらいであそうそうそうだってスニーカーですもんもうガッツリスニーカーだもんねそうだスニーカーだスニーカーっすよそう髪型も何もいじんってない。そう俺の一番好きな髪型はあの。あはいはいそうだね。髪型黒黒髪のあのなんなんか J は全然。そうなんだよな。ちょっとめんどくせえのかなと思って。あ多分ね多分そうなんだと思うよ。そうそうそう。ちょっとやりたくねえんじゃねえか。やりたくねえんじゃねえかなって。そうそう。っていうぐらいの感じで。あの当時のあれだったら例えば金髪に。金じゃないですか。金に白に近い金ぐらいにして。そうだね。でもさすがやんねえか。やんないだろうな、うん、多分な、うんまあ、逆だった感じにして、ね、してねそうですねって感じかな、うん、で杉様はがっつりね杉様もいつも通りですね、まあ、いつも通り、ね、そんなに変わりはないっていうか、うん、化粧も濃いめで化粧濃いめでって感じですよね、うんうん、口紅もそうだしそうそうそうって感じですね、うん、まあ似合ってたね似合ってますね、うんうん、では2曲目がデジャブ、うん、ってデジャブですね、うんうん、まあこれは毎回ねまあ定番ですからね。通常のライブでやってますから、うん、やってますからね。そうそう。まあ特に。うん。そうですね。まあ。これといってはね。2曲目デジャブってもう結構、まあテンプレって言って言い方悪いけど、なんか、まあ、はいはい、まあ本当にまんまというか、うん、そうだね。感じましたね、うん。順番としてね。そうですね。うん、デジャブの、はい、終わったとか、はい。まあ3曲目の間に、はい、MC がですよ、リュウジさんの。ああ、はいはいはい。夜、うん、私、うん、大好きなんですけど、あの、サングラス取ってね、はいはいはい、会いたかったぜみんなって言うんですよ。ああ言いました言いました、はいはい、でその後にね、ええ、あのやっぱ黒服だからやっぱ本人たちも気持ちが違うじゃないですか。まあそうですね、テンションがね、うん、今夜思いっきり遊びましょうって言うんですよあったわ、はいはい、でこれ低めに言うんですよ、うん、意識してるのかわかんないけど多分意識してんじゃないかな、してるよね、うん、そうっすね、遊びましょう見た時に、ね、もうめちゃくちゃ笑ってブルーで見ながらねですね、うんうん、そう真剣に遊ぶぜいいかって言うんですよかっけっすよねあれ、両手広げてね、うん、真剣に遊びましょうって言うんですよ真剣、まあ、真剣に遊びましょうっていうその言い回しかっこいいっすよね、うん、ちょっと、ね、個人的に笑ってバカにしてる笑いじゃなくていやいやツボツボいますよね、ツボなんで、うん、そうっすね、盛り上げ方うまいなっていう。サングラスを外したときは最高なんだよ、ね。最高だね。いやあれもういきなりこれ MC でやってくれたなっていう。そうですね。テンション上がりますよね。これテンション上がりますよ。そうそうそう。いやー MC ね。うん、確かに。でメカニカルダンス。メカニカルダンスですよ。3曲目。いやメカニカルダンス。これはたまんないんじゃないですかこれ行った人。いやもうこれと結構ねここの時点でもう来てよかったなって思っちゃうな俺。いや絶対思うね、うん、メカニカルは最高ですからね。最高だよ。そうそうそう。で特にほら我々世代とか、うん、まあ周さんからね、うん、ちょっと下の人たちの世代も、うん、メカニカルダンスなんてこう聞けるなんてまあ結構ないかもしれないですね。ね、聞ける機会ないじゃないですか、うん、もう本当に、まあ、イメージですからね。そうまあやんないでしょうねメカニカルなんか、ね、それがあのガンガンのメカニカルですよ。そうですよ。これまた始まるときにこうイノランがねカメラ目線でね、そう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 、あのそう指上げるんですよ、ね、手をね、そうそう、あれやべえんだよ、あれ超かっこいいっすね。 あれ超かっこいい、いいとこ気づきましたね。そう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 、そっから超かっけーってましたね。これから行くぞみたいなね、そうこれ行くぞみたいな、そう準備はいいかみたいな。あれでしょ、あのスイさんがピャーンってやってるときじゃないですか、うん、そう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 、うん、ピャーン、メカニカルダンスって、そうそう、あれがかっこいいね、うん、そうでイノランのギターの弾き方がかっこいいですね。チェッチェッチェラチェッチェラチェの時に、あのそのフレーズの時に、はい、少し首をね、こう中にちょっと入れるんですよ見てるね。そう首を中に入れ気味にこう、なんつうの、頭振りながら軽く、はい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 、肩を内側に入れるような感じでねちょっと顎を動かしながらね、うんうん、やりますね、たまんねえわと思ってかっけっすよね。かっけんだ、かっこいい、で、うん、ジェイもリズムに乗ってさ、はいはいはい、かなり動いてますよねこう左右に。あのベースかっこいいからね。ああ、うん、かっこいい、かっこいいよ、うん、この時に俺はメカニカルを聞いて、うん、見にくい体とか結構音源だと、あ見にくい体、そう なんかなんつったか分かんないじゃないですかぶっちゃけ。あぶっちゃけね、そうそう聞いただけだと、そうそう、でもなんかちゃんとこうライブだと
見にくい体とかはっきりこう言う。ああ言ってる言ってる。でそこでこう杉様のカットになるわけですよ。そう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 。あれかっこいいんだよ。足を広げてねこうチャチャチャラッチャラッチャってなんですけど。こうやってなんかねちょっと中指立てたんです。ああ立てて。中指か久しぶりだしわかんないんだけど。そうそうそう。そのシーンもありますよね。そうですね。あれもかっこいいんだよね。でね龍一さんの動きもねかなりいいですよ。いいっすね。あのイントロだとあの、うん、こうまずね右手でね、なんか振り払うようなこう動きやってたらチェレ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 もうそれたまんないよね。ああ、いやもう相当あれっすね。もう俺より見てんな。ああ見てる。黒ひげは見ちゃうよ。ああ。で、その振り払ってるような動きをして、はい、で歌い始めの龍一さんも特にね、目つきがね。ああ目つきね。鋭いですよね。うん、まあやっぱ本当にその当時の感じですよね。そう、うん。これかなり目つき、まあメイクの影響もあるかもしれないですけど。うんうん、さっきのその中指だか人差し指だか垂れてるシーン、杉様がね、はい、あの醜い体の後ですよね、うん、はい、うん、そのつなぎでその杉様が客席の方に向かって指を立てて叫んでるんですよ、うん、叫んでますね、うん、これまたやばいな、うん、そう、それはかっこいいんだよね、うん、J のベースソロだとね、いや今 J のベースソロ最高でしたね、ソロもね、こう右手を上にねこう突き上げながら前に出てくるじゃないですか、そうそうそう、ベースソロやる前に、やる前にね、そう、うん、やるやる、でベースソロです、出る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 、でこれその三原カルダンス終わるとき、はい、あのドゥルルドゥルルって、はいはいはい、ジャジャーンジャジャーンですよね。そうですね。でその時に、J がその最後のジャジャーンの音合わせぐらいで、はい、こう後ろの方にね、はい、あの片足をこう交互に上げながら後ずさりしていくんですよ。ジャンジャンが終わった後にこう、はいはい、ズンズンズンみたいな、それがスクリーンに映ってるんですよね。あ、スクリーンだったっけ。そう、それスクリーン、一瞬いや画面にも映ったかな、確かスクリーンだったと思うんだけど。ああいましたね。そう、そういう細かいところに見てますからね。素晴らしいですね。さすがだわ、あの生で見てない分ね。隅まで見てますね。はい、で4曲目がイミテーションですね。イミテーションですか、うん、そう、はい、イミテーションなんかありますか。イミテーション、なんかまあやっぱり龍一さんのこの高低差ならボーカルをこうやっぱり聴けるっていうのはいいと思いますか。ああそうだな、そうっさんの世界ですね、 あそこね、ああそうですね。これイミテーションさ、この入りかっこよくない。ああそうですね、入りがジャーン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 ってそうそう、あの入りが、メカニカルの入りがすっげえかっこいいなと思ったね。確かにね、そう、ちょっとなんかこうセッションっぽいというかね。そうそうそう、じゃーんってで入りますもんね。そうなの、うん、で始まりの方さ、えっ、ー、と A メロの方だったかな、はい、あのイランが杉様の方ね、位置まで来るんですよ。ほう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 、ああましたっけ。そう、でね、このニヤってしてね、あの顔を見るシーンがあるんですけど、ね、見てんなー。いやー すげえわ。あったか。そう、そういうシーンもあったりね。うん、で次5曲目かな。はい。イマージュですか。イマージュ、はい。まあここでイノランは当然ですけど、まあそうですね、アコギにじゃあそうす、ね、チェンジしますね。そうですね。はい、うん、で A メロは、こうちょっと個人的なツボなんですけど、はい、J さんがね、これほぼね、はい、こう直立不動に近い感じで弾いてるのがめっちゃ渋いなと思ってますよ。あ、なるほどね、そう、確かに。ズル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 ってやってるんじゃないですか。はい、やってますね。うん、で龍一さんはね、ええ、あのイメージはリアルというところ、サビですね。このあの連続でひたすらこのイメージ
はリアルっていうじゃないですか、イメージ。そうですね、うん、これ大変そうだなと思うんですよね。まあこれ多分大変ですよね、これね。ああ確かに、メイジはリアル、メイジはリアルって、メイジはリアルって言ってて、ずっと言ってますね。これめっちゃ大変だなと思ってさ。まあ確かにそうっすね。ああ、うん、大変ですね、これは、うん。あとはサビに入る直前かな、うんうん、あのスリーサムのギターがいいな。デレ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 ですね。はいはい、ありますね。2人ともやってる、2人ともやってるよね、多分ね。そうっすね。チャラララララララからのサビだよね。サビですね。これは好きかな。そうっすね。まあちょっとこの曲に関してはまだ喋ってないんで。喋ってないっすね。ほどほどに。まあいずれはロッカーなって。そうですね。で、次が。スレイブ。スレイブ。はい。まあスレイブは外せないっすよね。スレイブは当然でしょうね。うん。やっぱ。ね、黒服っていうか、まあ、ビリーブか、ビリーブの時代だよね、はいはい、うん、そうですね、やっぱで、まあね、ビリーブ、うん、デジャブの後に1回 MC 入りましたけども、うん、このスレイブがどこまではもうもちろん、うん、ノンストップですね、ノンストップですね、はい、うん、スレイブまた上げてくるっていうね、そう、うん、でその後また MC が入って、はい、うん、お前ら盛り上がっていけるかと、それいけますよね。それはもうもちろんですよね。ここまで結構セトレすごいよね。いやもうこれ、うん、やばいだろ。やばいっすね。あと何が控えてるのかと思うと若くしてるね。若くしますよねこのライブ。もうお前ら盛り上がっていけるかってリュウさんがこうぐるぐる回りながら言っちゃって叫んでるんですから。ぐるぐる回りながら、ね。いやこれは相当、いや無料にしてやっぱ最高だよな。これ無料やばいだろ。やばいよな。それパンクするわ。パンクしますよね。じゃあブランチロードですか次が。ブランチロード、はい、そうですね。うん。まあ、俺イノランのあの腰折ってる、そう、腰痛になるぐらい腰折ったギター出たな。ああそうそう。ジャズってジャズってジャズジャズって。食いんだよな。この時イノランめっちゃ腰折ってんだよな。そうそう、あこの時折ってたっけ？折ってました折ってました。あ低いわ、あ低い低い低い。そうそうそう。ジャズジャズ。そうそうそう。とにかく低いね。低かったっすね。ああそう。グルングルンリディング。そう。まずチンヤさんドラムがね。ドラムがね、そう。ドゥンドゥン。そう。黒頭連続でさ。そう連続ですな。そう。叩いてるこの姿が。そう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 。あんだけ叩いてる姿ってあんま見れないじゃないですか。まあそうっすね。うん、なかなかね。ね。うん、でとにかく低いのランが出てくるわけだ。出てくるわけだ。そうだ。そう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 。これめっちゃ低いかんな。低いっすね。うん、本当腰折りまくってから、まあ、そこが結構やっぱ一番印象的だったかな、うん、そうだね、ここは、うん、あとギターソロの後杉様のはいはいはい、早弾き、はい、テララ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 、まあ、あのブレイクっすよね。ブレイクそう、うん、あれはやっぱライブ、ライブですね、ならではなのかな、うん、そうですね、うん、サンディタイムですか。サンディタイムですね。やっぱサンディタイムはやっぱり J のベースとかね。そうね、うん、そうですね、うん、あのリフとか、うん、まあ当然だけどイノランのあのクリーンなね、クリーンなね、そうそう、うん、アルペジオ、ね、アルペジオが響き渡ってたし、まあそうだよね。あとまあムチ、ムチか、あのまあちょっとサンディの時にもああそうだ、お話ししましたけど、まあ、杉蔵の最後のムチブンブン振り回すやつとかね。そう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 。あとサンディタイムの感想か、これベース、はいはい、J のベースがこうドゥ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 、これギターソロらしいギターソロじゃないんですよね。そうだよね。まあピャーン、あピャーン、まあみたいなアーミングでね。そう。でなんかその時杉様両手広げなかったっけ？あそう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 。これはね面白いっすよね。そう、それがねあるんですよ。そう。でまたキャララね、生まれたりとか、そう、行くからね。そう。でこれ照明がさ、うん、あ照明ね。あのね、ただでさえ雰囲気はちょっとなんか、うん、妖艶な感じなんだけど、その怪しい照明が追加されるとね、またその杉蔵かっこいいね。かっこいいっすね。あうん、そう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 。杉蔵だよね。これやっぱ杉蔵がめっちゃ目立ってるから。そうだね。ジェイドね。あ、うん、そうそう。無知ですよね。無知ですね。あシンプトム、シンプトムですね、はい、シンプトムはまあもうシンプトムやる時点でやばいよね。これやばいだろ。早いしね、照明もすごかったなこれ。すごい、うん、バッチバチだったもんね。バッチバチよ、うん、そうそうそう、シンプトムかっけえよな。これ生で聴けるっていうのはもうねえんじゃねえかな。いやないだろ。いやこれすご
ごいよね。これは圧倒されるよ。そう。ザッザッザッ。そう。いやこれすごい。デンデデンデデデキャッキャッキャッって言いながらね。そう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 。このね、あのちょっと技法わかんないですけど、ストロークしてるのかな、あのイノランも。イノランも多分みんなそうじゃないですか。そうだよね。基本的にこう裏でチャッ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 やってますよね。そうそう、あれだから。そのイノランがさ、たまんない。うん、すごいっすよね。ああ、リュウシさんもほとんどもう、ずっとあのスピーカーに左足ののっけでね、のっけでリズム取りながらさ、マイクスタンドこう後ろにもうねクーってやりながらね、もう鋭い見つけだったんですから。かっこいいっすよねあれね、さあこれたまらんでしょ。歌詞がこれ最初聞いた時も、シンプルに何言ってるかちょっとよく分かんなかったから。分かんない分かんない。そうそうそう。ああ、でちゃれちゃれタッ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 。なんと分かんねえなみたいな。そう。そう。ゆういちさんが後半からくるくるってなんかこう静寂になるんですよ、一回なんか静かになって。ああなるね。そう。拒否反応、愛情の向くる。タッタッタッ。そこ戻るのが、あそこ超かっこいいですよ。そうそう。そう。あそこがすげえ好きなんですよね。そう。あれはもうちょっと見てみたいな。そうっすね。そこが俺はすげえなんかもう。もうかっけえわみたいな、そう一回静かになって語ってからまたなるあ戻るみたいな、そうあっちはってんだ、そう拒否反応愛情の袋ちゃっちゃっちゃ、あれ最高だよね、最高だよ、あれはしびれれば、あれは盛り上がれば、盛り上がるでしょ、盛り上がりますね、そこにイメージ好きな方はね、そうですね、たまんないんじゃないですかね、やっぱたまんないですね、まあ、これもまた多分、まあ、シンプトンまた後々詳しくやるかな、まあそうですね、でサスピシャスですか、いや出ましたね、激レア曲ですね。激レアでしょう。だってこれ音源ないっすもんね。ないんだから。そう未発表ですからね、音源が。これは失神コースですよ、この。いや、すごいっすね。シンプトムの、うん、次にサスピシャスっていうのは、もうすでにここまで失神ですよ。失神ですね。すごいよね、これ。で、これさ、まあ、調べたところによるとですよ。はい。まあ、もちろん、司馬龍一さんなんですけど、曲がね、龍一さんとイノランらしいんだよ。ごめん間違ってたら申し訳ないですけど、多分そって書いてあったから、なんかこれ水槽かなと思ってたけど、そうなんだ。ね、間違ってたら申し訳ないですけどね。じゃあ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 っすよね。じゃあじゃあじゃあ。そう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 。これやばいで。かっこいいですね。これだからこれ始まった時の歓声やばかったですよね。やばい。歓声すごかった。そうがすごかったですよ。うわ。そう。すげえ聞こえてたもんね。なんか一番歓声があったような気がするね。ああ。そうそう。なんか。そうすごい黒服行かれてる方々ですから、そうですね、相当な、やっぱコアな方々ですからね、本当に昔から好きな人だってこれはめちゃくちゃ嬉しいんじゃないですか、いや嬉しいでしょう、俺もだってもうやんないよね多分、もともと音源ないからね、ないからね、やっぱこう知ってる人じゃないかみたいな感じ、ね、そうだね、やっぱ途中で静かになるのかな、だから結局途中でっていうかまあそう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 、バラードになって変わるんですよね、変わるんだよね、そうそう、ミラーボールがこう出てきて、あそう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 、月みたいにこう月ですね、あれだから結局、そうなの、そう演習してる感じですよね。そう、まあぶっちゃけ音源出してくんねえかなと思うけど、いやこれ出したら相当熱い、熱いですね。かな。杉蔵のバイオリンと、そうバイオリンとそう、イノランのアルペジオ入っててね、そうだいぶしばらくね。そうですね、まあ。この時の雄一やっぱ歌の歌唱力すげえな。いやすごい。めっちゃやっぱ、うめえ。なんつってるかわかんないですけど。わかんないですけど、ね、あの言い方がもすごいよね。かっこいいなと。そうそう。いかれてるぐらいかっけえなと思いましたね。デレデレつってもうそう。このフレーズがたまんないですよ。そうですね。かっこいい。デレデレって。ドラムもズタ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 ってさ。そう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 。国会議員バラードになってね。そう。ここでなんかこう、Search for the Reason か。サーチフォーザーリー、サーチフォーリーズのに何かつながりが結構すごいですよ、ね。すごい。そう。それがたまんないね。なんか一瞬あれこれ曲同じかなってちょっと思ったぐらいなんかこう。そうそう、なんかね、うまーくね。うまくそうそうそう。つながるってるっていうか。すごいなと思ったね。すげえなと思った。そうそう。バーナーバーナーですね。そう。サーチフォーリーズね。ベーレーベーベーレー。これが重くてたまんねえわ。重いですね。なんかルナシーにしてはなんか結構イントロが。なんだろう、ルナシーっぽくないですね。あんまりなんか、あそうね、今までなかったよ、ね、なんかちょっとなんつうんだろう、ハードコア、あーハードコアっぽいですよね。そうかもしれない。なんかそうだね。なんかあんまりないかなーって。そうだね。だからこの曲もまだちょっとお話ししてないんで、そうですね、あんまりあえて言わないんですけど、あえて言わないですね。あえて。のちょうどって感じですね。そう。で照明が
これは終始赤っぽいね、うん、あ演出なんですよ、うん、たまにちょいちょいこうグリーンの照明が入ったりね、うん、はいはいはい、うん、まあ、非常にちょっと気味悪くてかっこいいっすね。まあなんかもうドロドロしてますもんね。あこの歌自体がね。そう、うん、でドラムソロっすか。ドラムソロっすね、うん、まあまあね、うん、これまあ、定番ですね。いつもと同じで、うん、そうっすね、まあ、もっと来いよっつってね。そう、もっと来いよ深夜まだまだいけんだろっつってね。そう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 。でなんかまあで、うん、ちょっとあの笑わせるポイントあるじゃん。ああ、ありますね、うん、まあ、結構毎回やるんですけど、ね、そう毎回やって、うん、そうそうそう、でまだまだいけんだろっつって本気に言って、そうそうそう、で今回クロックの場合は、はい、まだまだいけますよねとか言ってそういうところやっぱ深夜好きですわ。好きだね、うんうん、やっぱいいよな。そうなのよ、わ、うん、かるわ、うん、お茶目な感じで、ね、お茶目で毎回面白いんだよ、いうことは面白いですね、うん、外れなしだ、外れないっすね、深夜さん、うん、深夜さん最高っすねもうああいうのやらしたら最高、もう結構右に出る者いないんじゃないかぐらい、いないね、うん、面白いわ、うん、確かに、うん、で炎出たんでしたっけ、フロー多分ドーンって出た、炎がボーンって上がって、あそう、あそうか、そうそう、いやはーとかってなって、そうはードーンってなって、火花がバカーンって、ね、ね、そうそう、もう J が登場で、 J 登場ですね、そうそうそう、まあ、2人でセッションしてね、ゴリゴリのね、そう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 、なんかクソ飛ばしていくぞとかって言ってクソ飛ばしていくぞとかあの言い方、これはもうゴリゴリ、うん、の J のねベースの音がね、そうそうそう、反応できるタイムですから、低い低いね、そうそうそうですね、そうで、これ MC の時ね、うん、MC というかその J がね、はい、うん、演奏やめて、はい、会場を見渡したりとかしてこう喋るじゃない、はいはいはい、その時に、はい、会場をこう3区画に分けるんですよ。ああ、ありますね、はいはいはい、右真ん中左って分けて、はい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 、ありましたありました、指さして、その区画したところそれぞれの方向を煽るわけですよ、うん、煽りますね、うん、で、うん、あの声がちっちゃいと煽った後ね、はい、あの指を立てるわけですよ。ああ、やりますね。うん、うん、やりました。あのダメだと。ダメだと、うん。そうそう。もっとやれと。もっとやれと。そうそう。もっと声出せと。そう。ありました、ありました。うん、で、それが終わると今度真ん中とかやって指さして言わせて、で、J の思った通りに声が出てると、うん、あのよしみたいな。OK みたいな、ね。そう、OK。ありました、ありました。で、また違うとこやって、うん、指立ててみたいな。そう。それはもうやって。煽り合戦ですよ、ね。煽り合戦ですね。あれは面白い。あれは面白いですね。ああ、うん、で、うん、周りを見渡せるかっつって、周り見渡せるかおいっつって、はいはいはい、真っ黒だぜっつって、超低音でね、超低音、ね、あの J の怖い声で、ね、うん、声でね、真っ黒だぜっ って、怖いわ本当に。最高よね。最高っすね、うん。これ J ファンにはたまんないです。たまんないですね、うん。たまんないポイントですね。でそれでブルートランスパレンシーですよね。ブルートラですね、うん、はい、まあイノランがね、うん、あの左腕をこう伸ばしてね、はい、うん、その後リュウイチが、リュウイチさんがブルートランスパレンシーだ、あーそうですね、うん、はいはい、もうそんなシーンがね、シーンがねあります、うん、そうですね、うん、ありますね。でこれアウトロはね、はい、この時はイノランがずっと姿勢が低いですそうそうそう、低いです、ね、アウトロ低い、ずっと低い、うん、低いですね、うん、腰痛タイムですね、そう、でそれからシェードですね。シェードですね。そう。これあれですよ、イントロでルイスさん、はい、頭振りまくってんじゃないですか。ああ怒らせてる。シェードはね頭振るでしょう。振るか、うん。振りますよ。振るよな。うん。つってんつってんつってん。そうそう。リズムがもう頭振るためのリズムだからな。そう。つったんつってんだから。うん、で少しほらお CD 音源、初期のそのインディーズの時のテンポよりは少し、そうですね、遅めですね、うん、遅めなんだけど、そうですね、うん、この曲を聴けるっていうこと自体がやばいですから、やばいね、やばいよ、ああ、そう、やばいやばい、これやばいっすよ、シェードはもう上がるわな、うん、でシェードは感想のとことかもやっぱりすごいじゃないですか、すごい、ジューチャッチャーとかやっぱ感がすごいわ、これはすごいよ、うん、で照明とね、そう、照明とそのツーチャッチャーの時に、うんうん、あのスクリーンにこう十字架がね、あ、はいはい、そうそうそう、たくさん映ってるよね、そう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 、あれもやっぱかっこいいっすよね、かっこいい、まあ、ぽいよね、なんかぽいっすね、ぽいぽい、ぽいぽいぽい、ぽいよね、でアウトローも、うん、スローシャドウってそう、うん、そこ以外は、あのリュウイチさんは頭を振ってますアウトローはね、あー、そうっすね、スタ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 ッ乗ってるよね、乗ってるよ、ルイさんはもう、ね、うん、でもここでね、もう、うん、
お腹いっぱいくらいじゃないですか。いや、お腹いっぱいですよ。贅沢すぎてね。贅沢すぎてね。そうそう。それから、もう朝からチェスですから、ね、おかしいだろみたいな。シェードチェスってどういうことこれ、本当に。シェードチェスはまずいっすよね。まずいだろ。メインディッシュ2枚来たみたいなね。もう、もうどんどんね、こう、全部メインディッシュぐらいか、ね、増えてきますよね。これはたまんないと思うよ。すごいよね、これ。チェスもまあ、最高だからね。この間も話しましたけど。はい、そうですね。うん。で、これ曲始まるときほら、はい、こうチェスって最初、入るの難しいじゃないですか。ああ、なんか。カッカッチャーンとか。そうそう。だからその代わりといってはなんだ、そのタイミング取るのになんか、はい、J がベースでね。はいはい、はい。あの、全然ですね。そう。ドゥルドゥルつって感じで、うん、あのタイミング取ってますよね。そうですね。これあれ、はい、イノラント杉蔵のね、はい、我々の好きなあの、はい、掛け合いとかあるんじゃないですか。コラスっていうか。コラス、はい。チェスチェスチェスはい、ありますね。うん、そこをちょっと全然、全然違う、ね。全然違ったですよ、我々ね。全然違う。申し訳ないです。申し訳ない。はい、うん。チェス・ザ・ウォー・シーですね。チェス・ザ・ウォー・シーですね。うん、はい。そうそうそう。全然違えじゃん、みたいな。はい。なんか、やっぱ、難しいな。難しいな。難しいわ。ちょっと。チェス・ザ・ウォー・シーだな。そうそう。だったんだねっていう、ね、全然違いますよね。そう、コメントでちょっと指摘してもらってね。いや、本当指摘していただいて本当に、うん、ありがたいっす、ね、ありがたいです本当に、うん、やっぱ知らねえことしかないからね、はい、申し訳ないですね。もうそんな我々の動画を見てくださってるのは本当感謝ですね。感謝ですね、はい、本当にありがとうございます本当に。そう、まあ、だからそのコーラスがやっぱね、生で聞ける、生で、うん、できるっていうのね、できるっていうのがこれはたまらんでしょう。たまらんですね、うん、素晴らしいわ。知らぬ間に手を赤く、そう、うん、この赤くの時に、ええ、あの杉様がね、ピック持ったまま腕を突き上げるんですよ。よくあのエンドオブソロのギターソロとかでやったりする、俺の私の好きなポーズだね。そう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 、あれが出ますからね、もうたまらんです。しびれんな、何回見てもしびれんだな、あれな。杉様推しの俺としては嬉しいですよ、ね。杉様推しね。杉様推しですから、私はもう。うん、最高。今、タイムイズデッドとプレシャスが、まあ、これも、だから、セットで結構すごいね。本当に。まあ、まあ、そうですよ。本当に上がりっぱなし。連続だから。連続ですもんね。そうそう。タイムイズデッド、プレシャスって、やることは、うん、連続でやることはほぼ。そうですね。インディーのやっぱ、あれですね、ファーストの、ああ。ブルートランスパレンシーからずっとインディーのあのファースト、ね。そうだね。うん、ああ。で、まあ、プレスの後のナイトメアっすよ。まさかね。いや、俺ね、ナイトメア、ほんと、超かっこいいっすね、これ。いや、これめっちゃかっこいいっすよ。いや、これマジで音源欲しいわ。ほんとに。ね、これめっちゃ奇妙ですよね。いやいや、ほんとね、うん。リーもギターかっこいいし、うん。J のベースラインがもうそもそも、そうそうそう。なんかね、不気味なんですよね、不気味。ベースラインが、マジで。これめっちゃ不気味よ。うん、そう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 。ああ、めっちゃかっけえな、ナイトメアって思って。うん。これさ、もうちょっと前に出て、来そうじゃないですか。なんか前に出てきてもなんかいい感じじゃないですか。まあ、まあ、そうっすね。うん、これ終盤でこれ持ってくるっすね。終盤でこれはちょっとね、やばいっすね。やばいよね。うんうん、そう、とにかくそう、J のね、うん、ベースがめっちゃかっこいいの。かっこいいっすね、これは、うん。これはね、やばいわ。そう、うん。めっちゃいいよね。だってイントロベースで始まるでしょ。そうっすね。うんうん、これはなかなかいいね。もうこれも最初で最後ぐらいじゃないかなっていうぐらいの。ねえ、ナイトメアも。そう。うん、で、これ、ちょっとね、いろいろ調べたんですよ。はい。まあ、知らないんでね。ええ。マザーかスタイルどっちかに入れる候補だったらしいですよ。あ、そうなんですか。見送られたっていう記事を見たんですよ、私。まあ、スタイルが違うかな。マザーだな。うん、結局、そうだね。うん、だマザーの方がまだ。うん。まあそうすね、似合うっていうか、その雰囲気的に、ね、うん、スタイルはだってもうそもそも色が違いすぎるな。ちょっと違いますよね。うん、そうそう、まあ、入るならマザーかな。マザーだよね。いや、まあ、いやこれね、ちょっと本当に音源で欲しいっす、うん、今別にこれシングルにしてもいいけどな、俺。なるほど。そう、ナイトメアをシングルで出してくれたら、なるほど、結構いいな。そう、ギターソロとか超かっこいいですからね。エロいし、いやエロいよ、うん、エロい、もう弾きまくりだし、そうそう、龍一がなんかもう杉沿いに、ね、肩を組むんですよ。その明けぐらいだったね、肩を組む。ナイトメアめっちゃ見てんな。ナイトメアはね、すげえ、久しぶりにまた見て、ナイトメアを。かっけえわ、みたいな、うん。で、やっぱこのね、黒服のライブでは、うん、最後ね。最後、うん、こう。メンバーが。メンバーがね、そうそう。最後、まあ、あの、
リュウシさんがね最初にこうはけてね。そうリュウシさん最初はけて、そうそうそうはけてそう。で次が、うん、杉さんはね。杉さんがねこう、うん、ちょっと。いろいろ引いてて、引き倒して、引き倒してのそのあの、うん、右手をねバシッとバシッとこうねやって、かっこいいよあれね。そうあれあれ決めましたからね。いやーあれはやばいわ。ね、あれはまずいわ。パッて照明が消えて、そうパッて照明消えてね。で次イノラン、イノランがこうねそう照明当たって、そうそうそうアルペジオ引いて、ね、アルペジオです。で最後ジャランってこう上に、そう上にこう弾いて、そうそう下から上にこうちゃう、そう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 。いやあれもかっこいいよね。で次は深夜さんですね。深夜さんですな。そう。俺、深夜さんも J もそうなんですけど、そうそう顔がめっちゃ真剣なんですよ。真剣ですよね。ああ。その真剣さがすげえ伝わってきてね。そうそうそう見る方もやっぱすごい。かっこいいですね。ああ、見えちゃいますよ、これ。ツッツッツッパンって。そう、パンって消えて。そう。あの叩き方もかっこいいんだよね。かっこいい。そう。うん、そう叩き方がかっこよくて、こう。うんおーめっちゃかっこいいと思った瞬間に著名がパッと消えて消えるんですよね。そうそうパッそのタイミングまでいいんで、ね、かっこいいですね、うん、そうそうタイミングも最高バッチリですね、うん、で最後 J ので最後ねそうそう最後パッとこう J もじゃあそう消える消えるああかっけーこれはぜひ超かっけーもうこれ相当なレアレアだないやこれはまずいわなあこれはまずいよこれはまずいよ、うん完璧これ完璧でしょ演出完璧ですよ、で次がロージアロージアですね、うん、これはアンコール枠ですかねそうです ねなんかまあロージアやると思ってなかったっすね俺は、まあ、正直うん、うん、まあ一応コンセプトライブのコンセプトとしては、うん、まあロージアなくてもまあそうっすねうん黒服だからそうですね、まあ、もうまずはロージア出した時はもうすでに黒服感はなかったけどねそうですねそうそうまあ、うん、やるんだっていうねそうまあ代表曲ですしね必ずライブでやる曲だからやったのかなっていう感じですよね、うん、ちょっと演奏じゃないですけど、はいまあ、このロジャー歌う前にね、はいま、メンバーが出てくるんじゃないですかはいはいはい、はいうん、でイノランがね、うんまあ、この CY のロゴの、うんまあ、ビッグタオルこれ販売したんですよ、うん、でそれをこう丸めてね客席に投げるんですよおー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 で多分イノランこう野球経験あったと思うんで始球式やってましたもんね、ねやっぱ投げ方がね、うん、やっぱ野球投げなんですよ。そういうところ見ますよね。俺そういうところ見ちゃう。俺も野球やってたからね。ああ、そっか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 。野球やってんなんとかすぐ分かっちゃうってね。うん、肩がね。そう。しかもね、イノランのね、これいいところはね、左投げなんですよ。あ、サウスポーか。サウスポーなんですよ。あ、そうっすよね。左利きですもんね。そう、それがにくい。それずるい。そっかそっか。うん、で、MC でね、リュウシさんが、ね、まあ、50万人かな。50万人の応募があったって言ってるんですよ。あじゃあやっぱ10倍だ。ちょっと数字聞き間違い、ちょっと、うん、低く言ってるんで分かんないですけどね、はっきり、うんまあ。パンクさせたみたいなね。いやそうでしょう。話をちょっとしてますけどね。お客さんが湧いてるっていう。湧いてるて、うんうん。で、最後、マザーか。マザーですね。締めでマザーっていう、まあ、これ、ギターの2人、お二人ね、うん、こう座りながら弾いてるんですよね。ああ、そう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 。そう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 。その映像がちょっとなんかいいかなっていう。うん締めにマザーっていうのは俺結構でも意外だなって思ったな意外だね、うん、本当に意外だわ黒服で締めだと何がいいかなでもウィッシュでも、まあね、ウィッシュでも違うかちょっと違うんじゃないウィッシュ一イメージ入ってるけど違うな何かな締めでいいの言われたらムーンとかあムーンかでもよかったかもしれないですね、うんうん、確かにムーンありだな、うんうん、ムーンで締めっていうのもありかもしれないねそうですねでこれギターさ、はいまあ、杉蔵12弦、はい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 、でイノランもアコギ、うん、イノランアコギで12弦でね12弦ですねそうだよね2人とも12弦切れますねそうだよね、うん、でこの黒服だとまあ杉様のバイオリンソロに入る前ぐらいかな、うんはいまあ、照明が変わって、はい、こう各メンバーをこうなんていうのかなこう下からのね、はいはいはい、なんかね白い光でね解き放ってるかのような演出をしてるんですよ、うんうん、なんかちょっとなんかこう光合シーンみたいなそう光合しい感じの演出でね、うんうん、そうですね、うん、で感想終わるとまた通常の照明になるんだけど、はいうん、まあラスト黒服ではね、うん、黒服のマザーでは、まあ、ラストの締めは龍一さんがね、うん、こう天を仰ぎながらねあそうですね、ちょっとこう右手をこう突き出してね、うん、こう手のひらをかざしてるんですよね、まあ、まああれも締め方もまあそうなんかこう世界観、ね、世界観が最後出てるなっていう感じがします ね、うんうん、ですよね
まあこんな感じでね。そうですね、うん、まあちょっと話してみましたけど、まあうん、演奏のことはあまり言わなかったですけど、そうっすね、まあ、黒服ならではの雰囲気とか、うん、まあそうですね、うん、でお話しさせてもらいましたけど、はい、こんなんでよかったのかな、うん、多分いいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、まあ、曲についてはねいつも、あ、そうですね、曲についても、ね、話してるんでね、掘り下げて話してるんで、まあ、今回は、うん、そうですね、まあ、ライブの演出とかについて話をしてましたけど ね、はい、まあでもこれいけた人は本当にもうラッキーですね。ラッキーですよ。いやー、羨ましいわ。本当に、なんで行かなかったんだろう。私の親友の妹も行きましたからね、これは。素晴らしい。いいなぁ。後から知りまして。わぁ。非常に羨ましいです。羨ましいですね。またこういうのやんないかな。ロックゲームやってほしいなぁ。やってほしいですよね。本当に。まあ、そういうね、感じで。そうだね。今回は本当に、はい、もう非常に贅沢な。そうですね。内容のね、内容のライブをこう話しましたと、はいはい、久しぶりに見て、うん、まあ、興奮しますよ、興奮しましたね、うん、最高最高ですね、最高ですよこれ、本当に本当かっこいいわ、はい、ってな感じで、わかりました、はい、AC ラジオでは皆様からのご意見ご感想をどしどしコメントお待ちしております。またツイッターもやっておりますので、よろしければフォローお願いいたします。で今回はこのあたりで失礼いたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。